ああ。どうしたの？そんなため息ついて。また暗いニュースがあるなって思って。ああ、最近多いよね。私もニュース見るの嫌になってきちゃった。わかります。暗いニュースを見ていると気分がだんだん沈んできちゃいますよね。え、誰？コンシェルジュの一条みなみと申します。怪しいものではないのでご安心を。暗いニュースを見て落ち込んだお二人に気持ちを晴れやかにするいい方法をお知らせに来たんです。パーッと気持ちが明るくなる方法があるの？気になる、教えて。それはこれです。初恋日記、思い出エッセイ集。文筆家である森田貞夫先生の作品です。エッセイなどの身近な心温まる話は気持ちを明るくしてくれますよ。確かに明るい話を聞くと元気が出るかもしれない。ね、ちょっと聞いてみたいな。それでは早速、今回はまじない天然ウェーブ良心一をご紹介しますね。一つ目のトピックはまじない。貞夫が子供の頃のことです。貞夫、蛇に噛まれないおまじないを教えてやる。これを唱えれば一日蛇に噛まれないから。そう言っておばあさんは短いおまじないを教えてくれました。ありがとう、早速試してみるよ。貞夫はいい子じゃの。僕は孫ですよ。そうじゃったな。山に行くからおばあさんから教わったまじないを試してみよう。貞夫、何をブツブツ言っているの？秘密秘密。まあこの子ったらませたことは。要は蛇もムカデも姿を見せないけど、どうしたことだろう。僕たちが怖くて出てこないのだと思うよ。その後もこのおまじないを使いましたが、毎度効果てきめんでした。二つ目のトピックは天然ウェーブ。貞夫君の髪はめったにないくらい綺麗なウェーブだ。まっこと羨ましいね。父も母も村の人々も貞夫のウェーブの美しさに感心していました。森田はパーマをかけちゃうのか。これは親譲りのウェーブだよ。髪を伸ばし始めたから目立ち始めたんだ。それでもパーマをかけたのだと疑う同級生もいました。貞夫のウェーブは誰に似たのでしょうか。わしはウェーブでないし、おまんもまっすぐだし、これは覚醒伝だな。貞夫の祖母は綺麗なウェーブの髪をしており、そこから遺伝したのだろうと結論付けられました。貞夫の娘も貞夫のウェーブを受け継ぎました。あなたは綺麗なウェーブでいいわね。父に感謝しています。三つ目のトピックは良心市です。高知県には良心市という無人の市がありました。良心市はどれも新鮮で安く、ゆっくりと品定めできるのがいい。店員がいるとつい余計なものまで買ってしまうこともあるから。良心市は誰も見ていなくてもきちんと代金を箱に入れて頭を下げて帰っていく美しい風習です。良心は誰の心にもあるはずなのに、時折良心市が荒らされているというニュースがある。悲しく心配だ。貞夫、誰も見ていないと思うても神様はちゃんと見ていますよ。決して悪いことをしてはいけませんよ。私にはこの言葉が心の奥に鎮座しています。神様が見ていらっしゃるとみんなも心を正し、いつまでも良心市が続いてほしいと思っています。初恋日記思い出エッセイ集より抜粋して紹介しました。いい話だったね。おまじないの話可愛かった。私はウェーブの話も好きだな。なんだか気分も明るくなったよ。ありがとう、みなみさん。いえいえ、お役に立てたのなら何よりです。概要欄に本のリンクが貼ってありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆さんのお悩みの手助けとなる本の紹介をしております。チャンネルでご紹介する本はすべて Kindle Unlimited 会員さんなら無料で読めますので、お気軽にどうぞ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。